ピクニックということで、お外に見立てた室内でご飯を食べたいと思います。イエーイ。お弁当作りは前回の動画を見てください、はい、それではあぐらちょっと失礼して、失礼します。それでは皆さんご一緒にいただきます。私も小松菜。うわ、小松菜。じゃあチャーハンからいこう。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。本当ですか。嬉しい。いつものいつもの味です。まーちゃんの味です、これ。うわ、めっちゃ美味しいです。これ結構濃いめの味付けなんだね。いつもはもうちょっと薄いんですけど、もういつもの味ってあんま思ってない。ちょっと濃いですね。ちょっと最後、鶏ガラをドサッと入れちゃいまして。そうなんですよ。美味しい、ね、お家でやってみよう、ね、小松菜のいいアクセントになってるね。嬉しいです。おいしい。うん、いい味好きなんです。好きなんですよ、めっちゃこれ。うわっ、うん、ちゃんのたまにや。その前に作った時は、うん、お誕生日だったんだっけ前。そうです、そうです。ちょっとの誕生日に、うん、何か欲しいって言ったら、何もいらない、まーちゃんの手料理が食べたいって。うわー、言われて作ったら泣いて喜んでくれたんですよ。めっちゃ美味しかったです。かも、うん、ちゃんと、まーちゃんは丼に一回乗せてから、あの丸くして。そうなんです。あ、絶対やってくれるので。あ、ちょっと、じゃあはるかの、あベーコンチーズ、これかけたい人はベイチ、塩、胡椒みたいな、スパイスみたいな。おしゃれ。本来は、うん、かける予定だった。うん、かける予定。忘れた？うん、ちょっともらおう。ちょっともらおうじゃん。かけたい人は、こっちにいるんじゃないですかね。いただきます。うん、あん、なんか懐かしい味。おいしそう。いただきます。いただきます。お弁当といえば、うわ、うまっ。うん、うん、初めて食べました、ベーコンチーズ。ありました。うん、本当ですか。うん、定番ですけどね、お弁当といえば。そうなんですね、うん、めっちゃうまいですね。え、毎年さ、お誕生日お互いに何が欲しいって聞いて、はい、お祝いしてるの？いや、でもやっぱり欲しいものをあげたいっていう気持ちはあるんですけど、でもサプライズしたいっていう気持ちもあって。うわー、でも私はちょっと苦手なので、サプライズが。あ、苦手なタイプだ。苦手なタイプです。言っちゃうタイプ。出ちゃう。で、なんか出ちゃいますし、うん、そのサプライズの準備が苦手なのか、うん、あの毎年必ず結構もうここ最近は服をくれるんですよ。へえ。これももうまーちゃんが上下くれたんですけど。あ、上下？はい。上下も。でも1年にわたって服くれるんですよ。へえ。もう月2回とか3回ぐらい。本当に怖いぐらいピンポンってなるんですよね、宅配で、うん、でしたら宅配の人が、あのネットで頼むんでね、まーちゃん、うんうんうん、で宅配の人が「ZOZO タウンです」とか言って、うん、言ったらまーちゃんが「サプライズ」って言って、私の服なんですよ、毎回。そういうサプライズの仕方をしてくる。プリティユーマンじゃん。お洋服大量に、うん、大量に。え、1年かけてお祝いしたいんだ。そうですね、やっぱ常によっちゃんの笑顔が見たいっていうのがありますね。うわー、じゃあでもそれ1年やってたらさ、次の年もだから永遠に永遠にやり続けるってことでしょ。後半の方もありがとうの言い方どうしたらいいんだろうって、そんなんですか。いろんなパターンの。本当に毎回ありがとうって思ってんだけど、思ってるんですけど、なんか伝わってるから。たまに自分の頼む時あるんですよ。あ、自分のが届いた時によっちゃんが、うん、泣く泣くあげたりするんです。え、言いづらくて、あ、サプラ。いやいや、それは言えばいいじゃん。もう、だってもう絶対サプライズなんですよ。じゃあもうよっちゃん服買わなくていいね、自分で。もうほんとここ 3,4 年買ってないです、自分で。まあ、全部まーちゃんが買ってくれます。生姜焼きどう？おいしい。いいですか？そうそう、うん、
ですね。うまっ、うん、うわめっちゃうまいですね。すごいですね。そうだね。うまっ、ピーマンも美味しい、うん、ピーマンもうまいんですよ。うん、うん、ごまが効いて、うん、焼きそばもいただきます。あ、焼きそばも美味しい。美味しい。ソースをまた足したことによって、うん、また違うね。ありがとうございます。ちょっと甘みが出て、うん、美味しい。じゃあさ、よっちゃんはさ、その1年かけてさ、はい、サプライズがあったらさ、はい、よっちゃんはさ、まーちゃんの誕生日どうすんの？まあ、私はもう1年かけずに、もうちゃんと8月30日で、うん、もうピンポイントでちゃんとそこで終わらせます、やっぱり。何をプレゼントするの？私すごかったです。30だったんで、30なんですけど、うん、そうだよ、アニバーサリーだ。はい、2日間にわたって前夜祭から、まあ、29日から、うん、29日と30日が休みだったんですよ。へぇ、それも聞いたら、よっちゃんがもう半年前からうわぁ、休みに し、はい、してくれて、もうサプライズのために、はい、うわぁ。そしたら今日は品川のプリンスホテルに泊まりますって言われてます。もうプロポーズやん。ちなみにペンソーで泊まりますって、あ、それが 言って、はい、言いました。で、プラスドレスコートあるホテルだからって言われたから、うん、ちゃんとおしゃれして、うん、行ったんです。うん、そしたらなんか、プリンスホテルの地下に行き出して、うん、そしたらなんか、古いボーリング場みたいなところ、うんうん、で、そこにプリクラがあるんですけど、うん、なんかここで、あの、記念撮影しようって言って、うん、でこうプリクラ2人で3、2、1で撮ったら、うん、よくあの TikTok とかで見るなんか高校生がこう3、2、1の間になんかあディズニーランドのチケットをパッて出して写って、うん、へーって彼女が喜ぶみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、それのジブリパークバージョン、まっちゃんがやってくれて、やばっ。で、それで、ってなって、うん、品川プリンスホテルには泊まりません。えだから、愛知に行きます。そして、明日のまーちゃん誕生日は一日ジブリパークで遊びましょうって。うわー、はい、だから、じゃあ品川で、まあそっからすぐ新幹線乗って行けるように品川プリンスって嘘ついて、はい、そうです。しかもそのプリクラがあるって調べて、調べました。一番近く品川でって言ったら、もうちょうど品川プリンスに、はい、あったんです。ボーリング場の奥の方に。すごっ。ちょうど、ね、そんなんされたらさ、もう嬉しすぎるよね。嬉しかったです。でもその時に結構人が多かったんですよ、その、うん、ボウリング場の端にあるプリクラ機だったので、なんて、うんうん、やっぱ親子連れとかがプリクラとか撮ってたりとかして、うんうん、ですごい結構人が並んでたので、うん、なんですか、すごい見られ、開けて、うん、見られてたんですよ、子供がこうやってずっと仕切りのカーテン、うん、え、もう入ってる時に頑張れるだって分かって見てたのかな。いや、ちっちゃい子供だったので、多分次撮りたくて、早く撮りたくて、って言ってたの、うん、その、のれんみたいなのを開けて、ずっと見てたんですよ。で、奥の方でもお母さんとかがね、ずっと見てたから、もう、え、お母さんもやめなさいって言わないよ。ずっと一緒に見てたから、ば、うん、まあちゃんが気が気じゃなくなっちゃって、うん、恥ずかしいじゃないですか、うん、それで私はまあもうそっちに集中してたから、これやりたいもんね、やりたいから、で、動画も回してくれてやるんですけど、うん、すっごい変な感じになっちゃってたから、すごく私はもう帽子ここまでかぶってね、バレたくないしね、バレたくないから、ゆっちゃんがこうやってチケット出して写ってるやつも私だけなんかこうやって主人公が、主役がうわぁ、そうか、ちょっとそこは失敗したなと思ったんですけど、でもすごいな、そっか、プリクラの時点では午前中とかってこと？あ、でも夕方ぐらいでしたね、15時とか、なんか次の日に一日遊びましょうっていうので、はい、そうです。で、名古屋に着いたのが18時とかぐらいで、うんうんうん、で、それも大徳さん出る時に、うん、あの泊まるホテルあるじゃん、うん、結構立派な、うんうん、あそこの最上階の、うん、スイート、最上階、すごい夜景がバーって見える、うん、ホテル、うん、予約してくれて、
でそこ開けた瞬間、あのよく TikTok で高校生がやってる TikTok さんこう全ては TikTok かバルーンでハッピーバースデー、もう開けたら30歳みたいなフレンチコース料理食べに行きますって言われて、でそこからね、はい、移動して、うん、2人でドレスコート着て、うん、名古屋のフレンチ、名古屋のフレンチ調べました。すごっ、ホテルもじゃあ相当前から予約してございました。バルーンも頼みました。うわー、でいや、こんな本人の前に言うのあれだけど、バルーンって、うん、結構すんだよ値段。そうなんだ、うん、数万円するから、します、うん、本人の前で言うのもあれですけど、うん、だいぶしました。そうよね、とんでもない値段でした本人の前であんまり言えないですけど、うんうん、とんでもない、わかるわかる、もっともう言いたくてしょうがない手がもうなんか動いちゃってる。もうさすがに、え、で、フレンチ行って、そしたら、うん、なんか、うん、美術の時にスケッチするなんか手の、うん、なんていうんですか、こうグッ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 、うん、関節も曲がる模型みたいなのあるじゃないですか、手首の、うんうんなんかそれがまずなんか前菜の食材そのままいちごみたいなおしゃれなものをその掴んでるやつを店員さんがまず持ってきて、全部その手でこうやって渡してくるんです。振り返ってもらって食べるみたいな、変な店で知らなかったです私は。普通のフレンチだと思ってて、お皿に乗ってる、お皿に乗ってる食、え、ずっとえ、メインもちっちゃいやつは、その手で持てるやつは全部そのそいつが持って関節でこうやって持ってきて、うん、どうぞみたいな、でこっちも手で受け取って、手でこうやって受け取って食べるスタイルで、だなって恥ずかしい恥ずかしいで笑うわけにはいかないし、うん、真面目にやってるのね、真面目にやってるからどうしようと思って、次なんか鳥の鳴き声が聞こえてきてチュ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 みたいな、でさ、こうなんていうんですか、白い布に覆われた鳥かごをこうやって持ってくんですよ、うん、で鳥が鳴いてて、それではこちらを火を炙ったらその鳥が丸焼き、気まず気まず丸焼きの鳥がかごの中に、え、気まず、こう足だけなんか演出で多分、うん、残ってて、体は丸焼けみたいな、なんかいらない演出をすごいすごいとこです、すごい存分に味わえるところですごいとこフレンチ料理屋さんで、え、誕生日プレートとかもなんかじゃあ独特だったの？誕生日プレートもまあちゃんとか、うんうんうん、ハッピーバースデーとかね、うん、なんかバレるというか、そうですね、ちょっとね、あの時点でそうかそうか、誰だって、はい、うん、バレると思ったのか、はい、そのプレート来たんですけど、うん、マフィルッチって書いてあるマフィル、マフィル、マフィル、何回も聞き直されました電話で、マフィル、マフィル、あ、マフィルです、マフィルッチです、ちっちゃい通入れてマフィルッチ、え、ま、マヒ、マヒマフィルッチです、フィです、ハーヒーフのフィで、ちっちゃいフィです、マフィルッチ、ちっちゃいつ入れて何回も言い直ししまして全然伝わらないんです、4人ぐらいで
でも。え、じゃあさ、でもさ、ご飯食べてる時もさ、マフィル、マフィルって呼ばないとさ、おかしいでしょ、だって。そうですね、やっぱ店員さんが入ってきた時は、もう、徹底してました、マフィルっちで。おかしい。本当におかしいよ。他のお客さんは、いなかったですか。本当、私たち。びっくりしたね。混んでると聞いてたんですけど。中4人ですよ。余ってた。マフィルにする必要もなかったよ。確かに。あー、欲しい。よっちゃん今もういくつになった？あ、もう30。よっちゃんの30歳の時は？あは、あの、まーちゃんが、あの、今、当日だったよね。うん。その日、仕事だったんですけど、うん、夜、よっちゃん、開けといてねって言って。おー。で、ドレスコード。おー。だからねって言って。うん。うん、それ、サプライズだったんですよ、それも。うん。綺麗な格好に着替えて、うん。じゃタクシー乗って。で、着いたら、うん。今日は、うん。夜景の見えるレストランで、うん。フレンチをいただきますって。うわ、うん、予約しましたって言って、すごい。で、まあ、お店ドア開いて入ったら、うん、あのちょうどその私誕生日が10月24日なんですけど、うん、ハロウィンの時期で、3メートルのお化けがめちゃくちゃいたりとか、でかくない？めちゃくちゃお化け屋敷みたいな。3メートルの天井がある。めっちゃでかい、なんかすっごいハロウィンにめちゃくちゃ力を入れてるレストランで。うんうんうん、お化け屋敷みたいな感じになってたんで、だからトイレまでの道とかも本当になんかお化けが出てきそうな、もうライトもなんかそういう色になってましたし、その中でフレンチ食べましたね。だからお化けが持ってきてくれるとか、そういうなんかその誕生日なのにそういう演出が、そうか、初めてフレンチ連れてってくれましたね、マジで。お互いにさ、ちゃんとさ、フレンチ絶対フレンチです、毎回コンビニで一番うまいじゃん。うん、そんなことないですよ、ね、そんなにない、うん、一人暮らししたいなとかも聞かれてもない。まあ、結婚したらそうなっちゃうなっていう、先に結婚したら出ていく、あ、そうです、結婚するまでは、うん、でもお相手の方が一緒に暮らしてもいいよって言ったら、はい、もうそれは最高ですね。うん、そういう条件にしようかなと思って。ああ、私はそこ初耳だ。あ、それはちょっと初耳でした。ちょっとそうですね、家庭はちゃんと家庭でやりたい派ではありますけど、あの同じ団地の中とか。だったらいいですもん、うん、同じ団地内で暮らしたいです、うん、なるほどね。私の夢はもう本当にお互い結婚して、うん、家を隣同士で建てて、うん、で2階の壁をぶち抜いて廊下をつなげて、うん、いつでも行き来できるように、うん、でコンビ内2世帯住宅みたいな、はい、それはちょっと私嫌なんですよね。それはちょっと嫌ですね。勝手に入ってこれちゃうじゃないですか。確かに、その鍵つけない限りね、はい、例えばなんかイチャイチャとかしてたら、うん、突然入ってきたらねってなっちゃうもんね、気まずい、うん、全然平気ですね。こっちが嫌だ。こっちがマーギャンがイチャイチャしててもそうよ、全然私は平気ですね。お、なんかこの話聞いたらすごい作業、別の作業してるんですけど。あれ興味興味なくなった。話してください。話しといてくださいって言って。でも二人もじゃないですか。どうですよ。いや、そんなね、そんな一緒に暮らしたりとかはね。無理ですか。誕生日も最初の3年ぐらいまでよね、うん、お互いに誕生日プレゼント渡してたのは、うん、何ができたんですか。私がもらって印象的だったのはノートなんだけど、それの表紙が餃子の写真なのよ。
なんかすごい太ってるから食べ物好きでしょ。食べ物の写真のノート。食べ物の写真いなくれたね。かわいい、かわいい。私何あげたっけ。ミニカーの本みたいな。えミニカーが好きだから働いてる。あーあもうかわいい、かわいい、かわいい、ねえ、かわいい、子供みたい。子供が好きだから、うん、食べ物の本で、そうだね、小学生のなんかプレゼントを買ったそうだね、確かに2人は高校生みたいだけどさ、こちらはちょっと小学生みたいだわ。かわいい、かわいい。こんなに、だから前世とか、はい、ずっとつながってんだろうなっていう魂のつながりを感じるもんね、2人には。一回あの DNA 遺伝子検査みたいな番組にやっていただいた時に、うんうん、姉妹とか兄弟にしか出ない数字が出たんですよ。相性 DNA で90何パーっていう、本当兄弟レベルの、赤の他人で出るのって本当に 0.0.0.0 何パーのもうほぼない、マレーにあるらしいんですけど。マレーにあるんだ。でもそれでレレレいくつの中の2人なんだ。すごっ。待って、いちご熱そうな食べるね。いや、こうやって来てくれて本当にね、楽しかったです。ええ終わりですか。まだまだ私たちと痛い？痛いです。痛いです。もちろん、もちろんです。弁当食べ終わったら帰れという。そういうシステム。なんかもう5分前ぐらいからすごい飽きてる。そうそうそうしてんな、そう思いました。違う違う、飽きてるんじゃなくて、うん、この後、まだ実は2人にはね、うん、一緒に作業用コントをやっていただきます。あ、イエーイ、嬉しい。嬉しい、こんなにいっぱい出てくれて YouTube、ね、作業用コント撮らせていただきますので、お弁当も食べ終わりましたから、ここは一旦終了ということで、みんなでごちそうさましましょうか。はい、はいはい、それでは皆さんご一緒にごちそうさまでした。